はい、どうも DOG です。この度はご視聴ありがとうございます。今日はね、ご紹介させていただきました我が家のテントの撤収編でございます。これね、めっちゃ簡単です。いろんなね、ワンタッチテントとかワンポールとかいろいろあると思うんですけど、これはめちゃめちゃ簡単です。なのでさらっと喋りながら撤収していきたいと思います。コツはね、ありません。ありませんっていうか、ペグがね、四隅のドームロープ取ってきますね。はい、あと後ろの窓のとこもつけてたんで取っちゃいますね。でこれね、次回使う時にちゃんと締めとくといいですね。ほい、あとね、フロントにも刺してたね、これ取っちゃいますね。そして四隅のパッチンも取ってきますよ。はい、これからつけてきます。これね、まあコツじゃないんだけど、縫い目があるじゃないですか。だから縫い目をこうやってね、持っちゃうと楽ですよ。そうするとね、勝手に半分に畳まれちゃうんでね。まあコツといえばこんなもんかな。袋がね、長方形なんで、長方形になるように畳んでいきましょう。まあ正直ね、フライシートは別にくしゃくしゃになんなきゃなんだっていいかなとは思うんですけど。ほい、はい、こんな感じですかね。よいしょ。はい、で空気抜いて、もう適当です。はい、めっちゃ適当、こんな感じかな。ほい、じゃあ本体ですね、ペグ4箇所抜きます。でこれね、ワンタッチがね、中に入ってるんで、ちょっとね、中からやりますよ。まあやるっていうかね、この1段目2段目これほんとポーンと押すだけ、これだけです。はい、おしまいみたいな、めっちゃ簡単。四隅を、これね、面白いっすよ。ここね、よく見てもらうと、ここくっついてるじゃないですか。引くと離れるんですよ。でポーンと折る感じ。これね、くっついてると折れないんですよ。引っこ抜いてポン、めっちゃ楽。このね、アルミフレームがね、我が家のテントはね、特にしっかりしてる。これはね、すごくいいと思います。長く使えるんじゃないかなって思います。こうなったら折れてる側の後ろに回って、ほいっと、今のポイントっすね。これね、こっち側とかだとグニャーってなっちゃうんですよ。なのでこのね、ワンポールのシステムの裏側からボーンと、これ真ん中にワンタッチの機構がありますよね。じゃあそこにちょうど真ん中に折り込むような感じで、はい、なんか折りたたみ傘入れてるような感じなのかな。ほい、丸めてきますね。ほい、ほい、よいしょ。でこの辺もね、正直僕は結構テントの畳み方雑な方なんで、なんとなくで大丈夫だと思いますよ。はい、そのまま入れちゃってもいいんですけど、こういうね、ベルトを活用するとより綺麗に入るかなと思います。はい、これ下に2個、よいしょ。はい、パチッと、はい、パチッとしてベルトを引っ張る。むっちゃ簡単ですね。こんなんでいいと思います、全然。でこれ何がいいってね、横がね、こっちは普通なんですけど、片方がガバって開くんですね。だからこっちのね、開かない方をお尻にして、こっちガバッと持って入れるだけでね、はい、何の力も入れずに貼ります。でね、びっくりね、説明書がね、めっちゃちっちゃい。2箇所打ってね、でキュッとすれば、でも重さもね、15キロぐらいなんでね、全然許容範囲かなと思います。正直ね、このね、4人5人用ぐらいのテントの中で一番撤収楽ですね。設営も一番楽です。まあそういった点でね、メリットたくさんあると思いますので、こちらの動画が参考になりました、ぜひねいいねボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でー。